BTS 世界で最もハンサムな顔100人に全員ランクイン。世界で最もハンサムな顔100人スラッシュモデルプレスイコール12月28日米批評サイトを運営する DC カンドラーが28日世界で最もハンサムな顔100人2018年ランキングを発表。韓国のボーイグループ BTS 防弾少年団のメンバーが7人全員ランクインした。 K-POP グループからは唯一メンバー全員がランクインした BTS。 J-POP は88位、初 RM は79位、初 SUGA は67位、初 JIN は47位、昨年64位だ。タジミンは25位、昨年1位だった V は5位、昨年13位だったジュングクークが最上位の2位となった。なお男子の1位はアメリカハワイ州生まれの俳優モデルのジェイソン・モモアだった。 BTS は今年アルバム Love Yourself 10 Tear で K-POP 市場化アジア圏初のビルボード200チャート1位を獲得する快挙を成し遂げた。同チャートで英語以外の作品が1位となるのは多国籍ボーカルグループイルディボのアンコラ以来12年ぶり。さらに次作の Love Yourself 決アンサーも同チャート1位を獲得。1年間に2作品でビルボード200を制覇するのはイギリス出身のボーイズグループワンダイレクションワンディレクション以来約4年ぶりの快挙だった。また9月にはリーダーの RM が米ニューヨークの国連本部にて世界の若者たちへ向けた演説をしたことでも話題に。まさに世界的な支持を証明した1年となった。公式インスタグラムでは結果発表に向けノミネート者を夏頃より発表しており、日本人ではエクサイルスラッシュ3代目 J ソウルブラザーズフロムエクサイルトリベの岩田豪天、俳優の新田真剣佑、赤西仁、山崎賢人、玉木大志、ボーイグループクロスゲネの元メンバー寺田拓也、NCT127 のユータらがノミネートされていた。